何時やん6時からって18時半から使うんで、まあ、5分でやつけるんですか。そうですね、5分で。じゃあ、もういいやって。どうぞどうぞ。じゃあ、いただきます。メガマック2つ、メガマックを、こうするか。こうして、あ、これはきついな。これはきついな。どうするかな。意外に小さくいくんですね。うん。5分だよね。5分です。今もう早くも50秒経ちました。うん。ああ、そっか。コーラとかあった方が良かったんですね。そうね。Lサイズ。うん。いいんじゃないかな。あの、それでお茶をこう、切っちゃって。飲んだんですね。味の方はどうなんですか。うん、目が美味しいです。目が美味しいですか。うん、どんな食べ方してもいいんだよね。どんな食べ方でも、はい、パーツごとに、うん、あのこんなもんで止まってられないんですよ。あ、今ノーマルのサイズに変えましたね。いや、ノーマルサイズに戻った。戻りましたよね、うん、完全に。ちなみにあと、そうですね、2分ぐらいですね。うん、リベラはもっとね。リベラは一応この企画のタイトルがロードトゥリベラってことになってますので、うん、なるほど。ここから少し来ます。うん、うん、そうでもないですよね。若干飽きたかな。そうですね、うん、飽きますよね。飽きるね。だよ、そこなんですよね、やっぱり、うん、それはもう全体的にマックの弱点だと思うんですよ。うん、ああ、これなんだったらナゲットが入った方が良かったね。一応薄いナゲットが、うん、マックシェイクと一緒に食べたりした。うん、マックシェイクだね。あと1分です。1分、はい。あ、1分食べなきゃ負けってこと。いや、負けってことはないですけど、あの、でも負けでしょ。そうですね。なった、負けないねーな。あと45分です。うん、うん、あと30秒です。30秒。負けらんね。口開けたくない。10秒。はい、勝利でございます。まだまだだいぶリベラへの道は険しい道のりですね。うん、難しいね。はい、でもこれはちょろいよ。これはもうそうじゃないかと思ってました。うん、はい、
辛いな。はい、OK です。次の目が生まれてるぜ。